創作が利益にならないと経済のプラスにならない。ここがプラスにならないなら、社会全体のお金が増えないので、次第に切り捨てが増えていく。平成だろうか、とにかく意識派、その切り捨てにならないためには、そこに集中し、人々は面倒、それを極端に避けるようになって、役職のなり手もいなくなっていった。社会そのもの、それがガタガタし始めたが、それでも歩いはジャニーズ事務所はそこにあったが、今後はいないのだ。そして今も懸念は残る。特に農家は現状を維持するのが精一杯になってて、昔のように役職なんか派できる状況じゃなくなった。強奪連鎖が始まるとき、最も弱い立場の一つ、ではある。ジャニーズ系を NHK が多く採用していたことは何かの吉事だったが、今後は、新年とともに裏方を歩んだ人、